エーカトルイコールケツァルコアトルの図。ボルジアエ文書より。エーカトルは先コロンブス期の風にまつわる神で、アステカ神話やメソアメリカの内メキシコ中央部に由来するその他の文化の神話であがめられていた。ほとんどの場合、風神としての羽毛のある蛇神の一側面として返されており、そのためエーカトルイコールケツァルコアトルとしても知られる。またエーカトルは、 創造神や文化英雄の一柱として、さきコロンブス期の中央メキシコ文化を記した創造神話で大きく描かれている。風はあらゆる向きに吹くため、エーカトルは、方位とも結びつけられた。神殿は空気抵抗を減らすため円筒型に建てられ、吹く風に向かって突き出した二つの仮面で飾られることもあった。メキシコシティ地下鉄。 メトロピノスワレス駅の中に設置されたエ a カトル神に捧げられた祭壇。これは1967年、駅の建設中に発掘され、今日に至るまで1号線と2号線間の連絡通路中にある。アステカ創造神話において、神々が自らの作り出した人類に満足できなかったゆえに、第四の太陽が破壊された際、神々はテオティワ間に集った。その地で、 7ワチンとテクシステカトルが火に飛び込んで身を捧げ、太陽と月になった。しかし彼らは動かないままでいたので、エー,エーカトルが強く風を吹きつけて動かした。第五の太陽の創造に関するアステカの伝説において、エー,エーカトルは全ての神々が身を捧げられるように手助けをしていたが、ただショロトルだけは変身を繰り返して逃れようとし、最後にアショロトルとなることで、 他の神々のように世界を照らすための犠牲となることを免れたという。エーカトルはかつて人間の女性マヤベェルと恋に落ちたことがあった。二人の愛の営みが一本の木を育てることになった。ありがとうございます。